本当に、長い間ありがとうございました。おかげさまで、なんか大正の前にしてこれだけの人集めたっていうのは大正の前に。私の歌なんて書いてますので、あんまりこっちの方は見ないで。で一番前のですよ、一番前の。あ、その前のです。これね、はい、今回、昨日の、はい、福岡雅之先生と共にしました。一応みんなにも見せてください。そうか。これが福岡雅之先生と共にしました。昨日撮ったやつです。あ、昨日ね、はい。そして、これは内緒に撮ったやつですね。マドンナからですよ、話しマドンナ。そして皆さんの、実証版もらいまして、ハニマスの言葉を応援はもらえて、最後に私がおちこを書かせてもらいました。うん、これはチームって言うんですけど、本当に長い間ありがとうございました。また、でも、またやっともらいますので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よっ。はい、じゃあ、うちの、上院事務員だから。こっちから、こうやって両手にいたとかで、小さく。マドンナ、マドンナ。はい。はい。ずっします。いいね。女性にモテるといいよね。ライトアップ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、どうも。お世話になりました。前回、この設計セミナーの先週がですね、うちの理事会で、それで修行を来て改正しまして、うちは誕生日で、退職と言ってたんですが、それを行政とやってる年度末にまず一言そうと、一人一人がこう日にちを追ってこう対象になるので、もう一緒くたにして働いてもらおうというのを一つ改正しました。でもう一点はですね、定年退職者の特例規定というのを作って、その業務で新しい人をすぐにつけられないと、で技能経験に基づいてすぐに対処してもらっては困るという方については、1年延長、最長3年延長するというようなことを決めましたので、私も頑張りまして、政権セミナーでこれだけに譲ると常務を話さんだろうというようなことで、なんとか最長3年は折れますので、戦略が構想しておりますので、大丈夫、また一緒にやりたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。